ーワンセレクト。バルセロナには情熱的なファンが詰めかけています。嵐が来るぞ、カーネード。マシンに貯めたらカーネードへ突っ込んでポイント獲得だ。たくさん貯めてからデトネーションした方が得点は高く、最高得点のチームが勝利。私に挑戦するからさ、乗っ取られる前に阻止したね。素晴らしいドライブテクだ。怒んないで、あと使いしないでよ。運動稼がないと。国内ポイントじゃないけどいいと思うよ。うん、離せ。ポイントは持てないぞ。ブレイカーがまた一つ準備完了。どうしたら返してあげるよ。素晴らしい乗っ取りテクニック。運動させがないと。チリも積もれば山になる。うん、離せ。お客さんも今日ダメだ。もっと本気でやらないと。私に挑戦するからさ。なんて逆転だ、乗っ取り失敗。パーティーだね。花火を上げるかい。こりゃ HVV ハイバリュービークルだ。いい音だね。これだよ、スコアボードが燃え上がるぞ。またランディングブースト成功。対戦相手にピットが入った。ワイルドファイアのブレイカーが準備できた。期待でもうメラメラ。会場に炎を。ワイルドファイアの熱を感じるね。いいかね、花火でも上げるかい。このヒーローマシンにはこれ以上ポイントを詰めない。現役に戻りたくなってきたよ。こんな圧倒的なリードを見るのは久しぶりだよ。10点満点のランディングブーストだ。決まった。タイム。私にプレゼントかい。欲しくなったら奪い取る。シンプルさ。パーティーだね。花火でもあげるかい。たくさんポイントを持ってるけど入れないと意味がないからな。こんなに盛り上がったのは僕の名言だ。マシンのブレイカー準備完了。ファンも盛り上がってるぞ。こいつはどでかいね。よくに目が絡んだね。あのドライバーはポイント獲得ならず。1分パーティーだね。花火でも上げるかい。マシンが持てるだけの最大ポイントを積んでいる。どうにかしないと。あら、取り替えないとね。文字通りの大炎上だ。炎で KO。 上手にアリーナの仕掛けを使った。期待した通りの活躍だ。残り時間30秒です。記録的大勝利が見られるのか。
代を思い出すね。